はい、週刊江本、サンケイスポーツ江本でございます。残りゲームがね、わずかになって、まあ、上位の3チーム、まあ特に阪神がね、まあ昨日とでちょっとあれでしたけども、阪神がやっぱ上がってきたことによってね、これ上から下まで4位までの間、ベイスターズの間がね、まあ、詰まってきて、私はまあ当初ね、まあ、1週間ほど前はね、もうこれ広島と巨人が、あとは争っていくなというようなことで、まあ、ある程度の予想を、まあ、した週刊 M ともありましたけども、一気にここでわずかな間にね、かかっとこの雰囲気が変わってきてですね、まあ阪神とベイスターズがこう上がってきたということによって、まあ上が縮まって、まあ三つどもえ四つどもえぐらいになってきたというようなことでね、まあなかなか予測がつきにくくなってまいりました。でしかしそういう時にね、まあ私も先週も言いましたけど、どっかで、やっぱりこういうチームが抜けていくにはですね、やっぱり主力選手、これがやっぱり活躍するかどうかということで、ね、これはまあ当たり前の話なんですけどね、なんで当たり前かというと、やっぱりそれだけ主力選手なら高い給料もらってるしね、やっぱりそれに見合った、ね、働きをするのはいよいよこういう時だということでね、チームを引っ張っていくと、まあ過大な期待をかけるっていうのも当たり前の話でしてね、まあ、それに応えられない主力選手っていうのはね、これはやっぱり価値は下がっていくわけです。でそういうところで言うとね、まあ各チーム、高額年俸者ね、しっかり頼みますせとこう言いたいですよね。でなぜかというと、やっぱりね、今のニュースはもう見てください、毎日毎日大谷ですよ。で日本のプロ野球がこれだけね、まあ後半になって盛り上がってきてるにもかかわらずですね、まあ大谷のようなこうスーパースター的なね、まあ、何年か前に村上が、まあ、3冠を取るかもしれないというようなことで優勝争いした時の、あの盛り上がりを見てもね、いかにこのスーパースターがこう大事かと、主力選手がやっぱり活躍するのは大事かということは、まあ日本でも同じことは言えるわけです。でまあ海の向こうのアメリカだってね、やっぱり大谷でね、まあ、ただドジャースはちょっと苦しい状況にはなってますけど、怪我人が出たりしてね、まあそんなことでアメリカもまあ混沌としているところありますけど、まあ日本もね、やっぱりそれに負けず、これだけ盛り上がってるんですから、まあ、パ・リーグでもソフトバンクのその日本ハムがちょっと縮まってね、ひょっとしたら日本ハムまだ行く可能性もあるぞみたいな、まあ非常にチーム状態が良くなってきてね、これはもう全くここまでは予想できませんでしたね。でこの時期になると予想はできないんですよ、そもそもがシーズン前の半年も前にした予想なんていうのはね。これはなぜかって言ったら、まあ一重にやっぱり主力選手、こういった選手たちがね、まあその期待通り連邦通り活躍するかによってね、チームって大きく影響すると、まあこれは再三私も言ってるんですけどね、まあそんなことでね、今日は一番取り上げたかったのは何かというとですね、まあこれはもうスタープレーヤーとか主力選手、それから期待される選手というのはまあ宿命ですけど、こういう選手が調子が悪い、失敗する、これはねやっぱり批判にさらされるわけですよ。でそういう中で私はちょっとね、まあ直接そのあれはないんですけど、阪神の今日の取り上げたのはですね、佐藤ですね。でこの佐藤という選手をね、やっぱり昨日とおとといの試合ゲームでしたかね、サードフライをね、取って、西がまああれでちょっとまあピンチを作って、結果的に、ガタガタとくる原因をまあ作ってしまったわけですけど、まあそれもそのまあ大きな批判をさらされるということになるしね、まあ一挙手一投足がまあ主力選手だけにあって、特に、佐藤選手の場合はね、まあその好不調の波が激しいということでね、ここ一番打ってくれよという時に、まあ打つ時もあるけれども、まあちょっと期待に反することが多いということで、まあいろんなまあこの方向からですね、まあ彼は批判されて、まあちょっとね、まあ旗から見てるとね、まあかわいそうなところもあるわけですよ。でまあ少しこう萎縮するところもあるしね、まあ関西の人気球団ですから、まあそうやって、いろんな批判にさらされるというのはもう何十年も前から宿命なんですよ。だけどね、まあしかし私は今日は多少ね、この佐藤にエールを送りたい。なぜかというと、やっぱりお前チャンスだと、
スーパースターになるチャンスなんでね、こういうところで少々の批判に負けずね、力を発揮して、まあ大谷に負けんぞというぐらいのね、気持ちでこの、批判するやつたちが圧倒するようなね、プレーをしてほしいなと。そういうことで言うとね、ちょっと思い出したんですけどね、この前がちょっとデコじゃないけど、この頭のこの辺に当たったわけですよ、ファールがね、取り損なって。で、しかし日本のプロ野球界ではね、例えばね、いけるいけるって言って、デコに当てたりとかね、頭にゴスッと取り損なった結構ないい立派な選手がいるわけですよ。例えば、私の先輩の山本浩二さんなんかもね、これ昔有名なね、こうセンターライナーみたいなのを取り損なってデコに当たったりね。それからもっと有名なのは宇野選手ね、中日の、これはもうショートフライをこうオッケーオッケーって言って頭にこうずっと当ててしまったとかね、まあ、そうやって考えてみるとね、まあめったに出るプレーじゃありませんけど、全く当たらずボールもそのまま目の前でボトッと落としたと、落とされたというようなことは私も経験がありますよ。しかしね、大体まあボーンヘッドというよりもですね、これはまあ打球を見逃したというか、自分で判断が悪かったところもあるんですけど、しかしよくよくまあ考えてみたらね、結構ないい選手が、ね、やるプレーじゃないかということでね、まあ、佐藤もね、山本浩二さんや宇野の仲間入りしたとぐらいに思ってね、気楽にね、次気持ちを切り替えて、そういうこともあると、エラーするのはどこでやろうと一緒だしね、まあちょっとこの頭当たったりすると痛かったでしょうけど、しかしね、これは子供の野球でも何でもそうですけどね、打球を取り損なって実際頭に当たったり顔に当たったりするとね、これは当然大怪我するわけですよ。だからまあそこはね、やっぱり気をつけないといかんということで、こういうことをまあ別に容認するわけではありませんけど、こういうこともあるけれども、まあ今の全体でいうとそれを一つのね、まあきっかけにこうやっぱり佐藤がガンガンまた批判の嵐にさらされるとですね、まあ、せっかくこう阪神も盛り上がってきたり、それからまあ、この4チームが、まあ、強烈に争ってくるそのリーグの盛り上がりというのにこう釘を刺すようなねことにもなりかねないので、まあ、そういったものを跳ねのけてね、佐藤お前はこのプロ野球セ・リーグをね盛り上げる責任があるぞお前にっていうぐらいのね気持ちでね、俺が盛り上げてやるというぐらいの気持ちで、阪神だけ勝たせばいいやっていうようなことじゃなくてね、やっぱりプレーで、まあ、みんな注目してるわけですから、まあ一つここはその思い切ってね、まあそう簡単にヒット打てとかホームラン打てとかそれは難しいですけど、ああもう俺は他のやつと違うんだというぐらいのね、他の人間にはできないんだというぐらいのね、こう自分のこうまあ変な思い上がりっていうかね、自信を持ってね、プレーをしてほしいと。で今日のテーマは私はまあ、とにかくそういった、プレーに、批判にさらされてもここは頑張ってですね、なんとかそのリーグ最終を盛り上げていってくれという意味でね、佐藤にちょっと頑張れと、お前の責任は大きいぞということをまあ言いたかったということでね、デコに当たったぐらいでね、頭に当たったぐらいでね、しょげないで思いっきり後半はね、阪神をもう一回、連覇させるだけのね、バッティング、これをまあみんなに見せてもらいたいなというふうにまあ思って、ちょっとね、エールを少し送りつつの産経の、週刊エムとのコラボでございました。以上です。